なんてはただの重い荷物で、忘れたくない思いが本意とは矛盾して僕を惑わせるんだ。別れを惜しんだあの言葉さえも捨てられたい衝動に駆られて、単純な未来にさえ期待を抱けないんだ。思い求めていた君と、あの時君に言ってしまった思ってもなかった一言さえも、僕が新しい道を掴もうとするこの手を粉々に砕こうとして、後ろは振り返るなって言われても、捨てたあの過去が正面を立ち下がるんならどうすりゃいいんだって僕には分かんないから。いくら4年入ったって誰も助けてくれなくて、現実ではそれがまるで僕のエゴイズムかのように見なされるから、それでも、それでもこの現実は僕が足を止めるのを許しはしないから、足場のない儚い道のりを過去と戦いながら進んでいく。